フランツシェクが容易にチェクは、第二次世界大戦期のポーランドの軍人。第二次世界大戦中に、ナチスドイツの捕虜となりアウッシュビッツビルケナウ、強制収容所へ収容され、ガシケ刑に処されることになったが、その際同じく収容されていたカトリック教会の司祭、マキシミリアノ・コルベイの身代わりによって、刑視から救われた人物として知られる。第二次世界大戦後は、 アウシュビッツの生存者の自覚から身代わりとなって停止したコルベ神父に関する講演活動を行った。1901年11月15日、ポーランド中西部のマゾフシェ県ミンスク軍ストラホミンに生まれる。カトリックを信仰し、1921年からは妻と二人の子供と共にワルシャワに暮らした。第二次世界大戦開戦後の1939年9月から、 ポーランド軍の軍曹として、ワルシャーやビエルニの防衛に従事し、ナチスドイツ軍と交戦するものの、ポーランド中南部のザコパネで、ゲシタポの捕虜となった。その後ポーランド南部タルヌフのゲシタポ刑務所から、アウシュビッツ・ビルケナウ強制収容所へ送られ、1940年10月8日に、同地に到着する。1941年5月に、アウシュビッツの収容者として、 同じく収容されていたマキシミリアのコルベと出会う。1941年7月29日午後、強制収容所の14号胸から逃亡者1名が出たため、罰則に従いその胸の収容者の中から無作為に選ばれた10人が合死刑に処されることとなった。画用院にチェックはその10人に含まれていたが、妻子があったため、私にも妻と子供がいる。 私が殺されれば我が子は父のいない子供になるだろう。残念です。というと、収容者の列の中にいたコルベ神父が歩み出て、収容者の担当者カール・フリッチュに私が代わりになろう。カトリックの神父であるから妻も子もいませんので、と自身を画用意にチェックの代わりに処刑するよう申し出た。この申し出は聞き入れられ、コルベ神父は画用意にチェックの身代わりとなり、 第11ブロックの地下にある合詞室へ、他の9人と共に連れて行かれた。地下の合詞室に裸にされ、閉じ込められた受刑者は次々と合詞し,していったが、10人の、うち、コルベ神父と3人はまだ息があったため、フェノール注射によって、毒殺処刑された。1944年10月25日、火曜イニチェクは、アウシュビッツからザクセンハウゼン強制収容所へ、送られた。 同地で終戦を迎え連合軍によって解放されるまで、カヨいにチェックはドイツの強制収容所で5年5ヶ月と9日間を過ごした。それから1年半後に、ポーランド中央部の内県、ラバ軍ラバマゾビエツカで、妻ヘレナと再会するが、二人の息子は1945年にソビート連邦軍の爆撃を受け死亡していたことを知る。また、強制収容所から逃亡した囚人も、 再度捉えられた上で、アウシュビッツ強制収容所へ連れ戻され、1942年7月31日に死亡している。戦後、一時は悩み苦しみ、長い間沈黙を守ったが、数少ないアウシュビッツの生存者と自覚し、各地で愛の殉教者、コルベ神父についての講演活動を行い、国内にとどまらずヨーロッパ、アメリカ、ドイツへも出かけた。 1971年10月17日に、コルベ神父が劣服された際には、教皇パウロ6世によって、バチカンに招かれている。翌1972年には、コルベ神父の劣服1周年を記念しアウシュビッツ、強制収容所への巡礼が行われ、タイム氏の報道によればその総数は15万人に、達したとされる。その際に、カヨイチェクは、私は感謝の意を表したい。 この命の贈り物にですとの言葉を残している。1982年10月10日、コルベ神父が劣勢されるのに合わせ、今度は教皇ヨハネ・パウロ二世によって、再びバチカンに招かれた。1994年にはアメリカテキサス州のヒューストンにある聖マキシミリアのコルベカトリック教会も訪れている。妻のヘレナは1977年に死去。2番目の妻の名は、 ヤニナであった。1995年3月13日、ポーランド南西部のマチブジェグで死去。去年93歳。コルベ神父が開いた、ニエポカラヌフ修道院の墓地に埋葬された。ありがとうございます。